第3部私が考えるがんの治療法第2部では私の考えるがんの病理観について述べてきましたが第3部では具体的な治療法を解説します前編では身体的治療法を後編では精神的治療法について述べますがんを治療するために第1に大切なことは 私の眼病理観と治療法を全面的に信頼していただくことです。信頼なくしては何事も成就しません。よく理解できないし、どうも信じがたいが、とりあえず簡単にできることからちょこちょこやってみようかなどといういい加減な態度では、目に見えるような成果を上げることはできません。第二に大切なことは、 絶対に癌を治してみせると固く決意することです。自分の中の力強い自然治癒力を信じて、絶対に癌を治すのだと確信するのです。決意と信念のないところには、道は開けません。第3に大切なことは、私の示したがん治療法を毎日欠かさず、全身全霊で実行していただくということです。そして、それを怠らず、 毎日毎日最低5年間くらいは続ける覚悟を持つことです当たり前ですがどんな立派な治療法でも実行しなければ絵に描いた街であり何の効果もありません癌を治すということは自分が天寿をまっとうできず癌で死ぬという運命を変えることです癌にかかった原因は運命論的な立場に立てば全部自分にあります 癌を作ったのも自分なら治すのも自分であるというのが永遠にこのシャバ世界の根本原理です。運命の「運」の字は「軍」がついており戦争を意味し侵入は動きを表し倍化することを示します。戦争はいつも命がけです。戦争に望むような緊張した気持ちで真剣に立ち向かっていただかなければ何の効果もありません。 また私が示すがん治療法は自ら行わなければ何の効果もありません最低5年間くらいは山寺にでもこもった心境であらゆる誘惑をはねのけて実行し自分の運命を変えてください人間の運命とは何かというテーマは古今東西の宗教家や哲学者が悩んだ大問題で私式者が語るのは 身の程をわきまえぬことで僭越ですが、私がせ学ながら学んだ範囲で言えることは、人間の運命は、大筋ではほぼ決まっていて、いくつかの運命の公式があり、いくつかの運命のパターンが存在するということです。これが、先生術や液や出ソなどの占いがある程度は当たる理由です。占い等は非科学的で信用しないと、表向きは言う人でも、 心の奥では占いを気にしていることは多いものです。何の根拠もないのに病院では物滅の日は避けて大安の日に退院したいという人が多く結婚式は大安に行い葬式は共引きを避けるのが慣習となっています。このことを科学的な表現で言えば遺伝子がその人の運命を決めていると言えます。 人の運命の大筋は親からもらった遺伝子でほとんど決まってしまうとも表現できます。運命論の立場から判断すれば人間の寿命もがんにかかるのも運命でほぼ決まっていると結論できます。しかしながら仏教哲学の諸行無常の原理からすれば運命は完全には決まっておらず不確定要素もあるから努力次第で変えることが可能です。 どの程度運命を変えられるかは本人の努力と心がけ次第です。仏教哲学の立場から考えると善人ほど運命を変えやすく悪人ほど運命を変えることが困難で運命通りの人生を送る可能性が高いと結論されています。この運命の変えられる部分を最大限に良い方へ向けることにより癌で死ぬという運命も変えることが可能です。 そのための方法論をこれから解説します。戦争の場合、兵や兵器の数と質で決まる戦力の勝る方が有利に決まっており、どちらが勝つかは戦力を比較すれば、ある程度は予想できます。しかし、太平洋戦争のミッドウェイ海戦で、数も質も絶対に優勢であったはずの日本海軍の連合艦隊が、当時は、 劣勢であった米海軍に大敗したように戦場では陣地を超えた不確定要素が働き必ずしも戦力に勝る方が勝つとは限りませんオリンピックなどの大舞台でも必ず本命が勝つとは限らないのと同じですがんにかかり現代西洋医学の常識では不治であると宣告されても必ずしも不治であるとは限りません 本人の努力と心がけ次第で、不治と言われる状態の癌でも治すことができるのです。世の中には、掛け声や宣伝文句や理論は立派であるけれど、方法論は、極めてお粗末なことが多くあります。癌の治療法などはその代表で、患者やその家族の、溺れるものは藁をもつかむ、の心理につけ込んで、いいか減んな治療が行われています。 東京女子医大病院で行われた逸見さんの胃がんの手術について言えば胃がんが腹膜に転移したがん性腹膜炎の状態では手術という手段では絶対に助からないことは明らかなのに本人や家族の同意があったからといって人体実験まがいの手術をするのは胃の倫理に反すると思いますこの手術は多くの良心的な外科医の品縮を買い がんの,の民間療法などは、さらにいいか減んなことが多く、ほとんどが詐欺的な金儲け商法です。書店や新聞広告でよく見かける、がんを確実に治す方法とか、私はがんを治したなどというタイトルの本の多くは、がんが治ったと称する怪しげな体験談と、口頭無形な発がん理論を長々と述べ、さて方法はというと、この薬や、 この健康食品を買って飲みなさいとか何とか教に入信し何とか神を信仰しなさいなどというような単純なものであることが多く大抵は法外なお金がかかります仏教の世界では法華経という有名なお経がありある教団などは最高の経典であると絶賛していますしかし法華経を読んでみると 法華経や仏の世界の素晴らしさが超古代宣伝と思われるほど延々と書いてあるだけで悟り世界に至るための修行の方法についてはほとんど記載がありませんこの点を捉えて真言密教の開祖弘法大師空海は法華経は薬の効能書きであるが薬ではないと批判しました要するに法華経は教えとしては立派であるけれど 方法論としては貧弱であるという意味です。方法論が貧弱ではどんな立派な言葉や理屈で飾り立ててもあまり役に立ちません。がんの治療で最も大切なのはその方法論です。まず私の理論を信頼して私の示す方法を実行することが大切です。今までに私が述べた千島学説をはじめとする 理論をあれこれ議論することは大切ですが議論するより実行する方が大切ですあまり理屈にばかりにこだわることはよくありませんお釈迦様は意味のないへ理屈にこだわることをおどけ論と呼び強く戒めたと伝えられています例えば宇宙の果てはあるのかないのかとかこの世はいつまで続くのかとかいったどう考えても答えの出ない 心理や修行には直接関係のない無意味な好奇心に満ちた議論がおどけ論です。最近の科学や哲学の議論はおどけ論ばかりであると言えないこともありません。癌とは何かという学問的な議論よりまず効果がある治療法を実行することが大切です。これから述べる方法論はすべて個人のレベルで実行可能な内容ばかりです。 高価な薬や器具は一切必要ありません。自分の力を信じていってください。確実な科学的な根拠をもとに、ある程度は有効であると判定された、手術や化学療法や放射線療法などの西洋医学的がん治療法を選択することは、自分自身で悔いのない選択であると判断すれば、そうすることも悪くはありません。また 危機的な状況では薬や手術などの現代医療に一時的に頼るのもやむ得ないことですが頼り切ってしまうのは決していいことではありません自分以外の力で病気を治しても長い目で見れば結局は自分のためにはならないのです病気になるとほとんど人が依頼心の塊になってしまいますどこかにがんの特効薬はないか より良い病院はないか、より良い医者はいないか、劇的な効果のある民間療法はないか、お礼犬あらたかな祈祷師はいないかなど、とにかく自分を助けてくれ、そうだ思われる自分以外の何かを探し回るのです。現代医療のガン治療に見放されたり、また、医者に不信感を持った患者さんが、よく陥る罠の一つに、民間療法めぐりがあります。とにかく、 あちこちからがんに聞くと評判の薬を手当たり次第取り寄せて飲んだりがんが治ると称する怪しげな治療法をあれやこれやと受けたりするのです最近は情報化が進んでインターネットで世界中から情報を集められるようになり下手をすると新しいがん治療の情報について私たち医者よりたくさんの情報を知っている患者さんもいるいです しかし、私の経験では、そのような人が治った例は皆無です。大抵は、法外な金を取られるだけで終わることがほとんどです。神様や仏様のいる天国ならいざ知らず、神仏には、円の薄いこのシャバ世界では、自分自身以外に自分を助けるものはないのです。自分自身の力を最大限使って、自分自身で病気を治すのが本来の道です。 これから身体的治療法と精神的治療法の両方を述べますが心身相乗の原理にのっとりすべての治療法をバランスよく行うことが大切です人間は体・身体と心精神からできているため両方を治療しなければなりませんどちらの治療が欠けても効果は半減どころかゼロに近くなります 精神的な治療法では、木とか神とか仏とか非科学的な言葉も出てきますが、これらは言葉で聞いて頭で理解することではありません。治療法を実践していくうちに体感する、すなわち体験的に体と心で感じ取るべきことなのです。実践しないうちに、そんなことはありえないという人には、がんの治癒もありません。多くの人が 何をしてもがんは治らないと初めから諦めてしまっています。また、実行し始めても、三日坊主ですぐ投げ出してしまう人が多いのです。粘り強く、私の指導するがん治療法を総合的に実行すれば、たとえ完全治癒に至らなくても、何らかの成果を見いだしていただけるものと確信しております。イエス・キリストの教えに、次のような言葉があります。 狭き門より入れ生命に至る門は狭くこれより入るもの少なし滅びに至る門は広くここより入るもの多し新約聖書ルカ伝第13章